い、どうも、プラネでございます。今回もやっていきましょう。ということで、ちょっとですね、寝起きなんですけれども、今回も、まあ、2日連続ですね、フェイトコラボの方やっていこうかなと思います。で、今回は残りの、レア付けの方全部使いまして、とりあえず、そうですね、まあ、レアキャラとか激レアとか、狙っていこうかなと思います。まあ、超激はちょっとあんまり、期待しないでいきたいと思います。まあ、前回と引き続きな感じでいきたいと思います。じゃあちょっとね、サクッと、回していきたいなと思います。やべえ、声がおかしいな。じゃあ、まず1回目からいきます。はい。で、もうとりあえず、どうしようか。もういいか。何回目とか言うの、あれだから、いいか。おーおー、いいよ。最初からいいですね。アーチャー猫。まあ、流れ的にはいいんじゃない？もうコラボキャラクターが見るのがやっぱね、第一条件だからね。お、いいですね。まあ、とりあえず被ったとしても、まあ、プラス値に上げられるんで、てか、今のうちしかね、プラスに上げられないんで、まあ、そう考えると、やっぱりね、あーららららら。こういうとこで、あーだね、壊しちゃうんだね。そうだね、あとなんか、どうだろう、激レアがそういえば今のところ何も出てない気がするんだよな。そこがちょっと、結構激レア出なくない？普通に思ったけど。てか、レアキャラは揃ったんかな？ちょっとあんま確認はしていないんだが。はい。じゃあ、どんどん行きまーす。ちょっとリアクションに困るぞ。わー、リアクション困るな、これ。まあ、大体のキャラクターはプラスに変えられるからまだいいんだけどさ。おー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 おお。もしかしたらレア揃った気がするなぁ。ってことは、あとは激レアか？激レアが出れば激レアも、まあ、揃うっていう感じなんで。出ませんね。なんか期間限、なんつうの、季節限定の、あれに似てるなぁ。あの、モネコか。あれもなかなか出なかったからね。お、びっくりした。もう縦になんつうんだろう、なんか、でかいとさ、飽きたんじゃねえとか思うけど、今回は渋いかな、中身的には。あ、そっち激レア。いやー、そっち来るだな。ねねねちょっと、あとは衝撃はできればね、まあ、出てもいいんですが、まあ、できればかぶりじゃない方がいい。残り15回。怪しいぞ、ちょっと。おうおうおうおお。なんか今回はなんか何も出ない気がするな。あれか、まあですね、ネクパの方が本番なんで、まあそれに、あれかな。あれ、くそ、マジかよ。かぶったー。かぶったー。この、ここでそうか、来るか。いやー。ちょっと勘弁してくれよ。お、来たー、来た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 。よし、オッケー。これは欲しかったんだよね。これじゃあ後で確認しましょう。やったってことは、激レアはもう終わったんで、あとは超激ですね。まだまだあるわ。まだまだ確認することもねえわ。いやー、ちょっと待ってよー。あれ、かぶんないで欲しかったなー、できれば。やばい。ちょっとやばいぞ。ちょっと移動の方。もう取り、あー、びっくりしたな、もう。いやー、もうかぶりっていうのが一番きついよね。この間もやってさ、窓巻きのコラボの時もかぶったからね。もうあそこ勘弁してほしかったよ。まあ運だからしょうがないところもあるか。おうほ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 う。いや、残り8回、8回。やばいな。もうやばい。寝起きだから脳が回ってないけど。あ、びっくりした。猫スケートですね。まあでも1体は出たから、まあ悪くはないかなって感じですが。まあ、かぶりだからね。ちょっとリアクションには困るが。いいって。いや、まあ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 。まあ割と結構、レアキャラのプラス値は上げられてる気がするんだよな。激レアが結構出てくるな。
なんだこれは、なんだこれは、残り5枚。ちょっと怖い、怖くなってきたぞこれは。はい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 、今回そんな26連で1体か、結構渋いぞこれは。残りのこの猫缶でコンプがちょっと難しくはなってきた。いやーこれはあれか、 iTunes カード買ってきた方がいいかこれはそんな気がしてきたぞ。やっぱ昨日が一番確率的には良かった気がするな。はい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 、はい、じゃあということでラストですね。ラスト1回いきたいと思います。じゃあいきましょう。でもう1個のアカウントでね、マキルが目だったんでね。はい、おお、ここで激レアが。はい、そんな感じですかね。単発これ引くべきか、引かなくていいかな、まあ、初回限定だから、まあ、1回だけちょっと回すか。はい、まあ回したところで半分なんでね。はい、まあそんなもんですね。はい、ということでとりあえず今回26プラス1かな、猫缶分ちょっとね1回だけ、単発で回したんですけども、まあとりあえず中身こんな感じですね。とりあえず狙いの、まあ、激レアに関してはちょっとね、まあ、出たのがちょっとあれかな、まあ、一番良かったのかなって感じがしますね。まあ、来る敵の攻撃力を下げて体力低下で攻撃力上昇ですね。まあ、これちょっと後に使ってみたいなと思います。あとはそうですね、まあ衝撃は被りましたねまあ天使の動きをしばらく止めるということで、そうですね、ちょっとこれも気になるな。これもちょっとまだ使ってないんで使いたいかなと思います。ということで、まあレアキャラは結構ねプラチの方上げられるかなって感じがするんですけども、まあ衝撃レアはそんなにねちょっとね出なかったんで、まあ確定の時にちょっと期待したいかなと思います。いやー、これは多分ね、もう iTunes カード一択な気がしてきたんで、ちょっと怖くなってきたんですが、まあ、とりあえずね、まあ、次回、まあ、確定の時に回したいと思うんで、よかったらね、見てもらえればなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。